いやん。え？あ？あ、立て立て立て、嘘やろ？一投目で？こんばんちは、浦本ちゃんです。今回はですね、バス釣りのはずだったんですけども、てかバス釣り最近してるんですけど、釣れなくて。で、今、この海にとある魚がやってきてます。それをね、今日は釣りにやってきました。でね、今日からね、ちょっとお友達が来ました、皆さん。新しい新アイテム、こちら、望遠鏡。これをね、視点を録画できるんですよ。録画するよ。正面の向こうの船、青い船見える？映ってないじゃん、GoPro じゃ。でも、ほら、ちゃんとこの望遠鏡なら映っています。ほらすごい、相当ズームできる。もっといけるよ。ほら、まあ、ここまで行くとテーブルレスなんやけど、こういう望遠鏡も使って海とかね、魚がね映るかなということで。あれ、あそこにいるのはこうちゃん先輩だ。今日はですね、こうちゃんも来ています。うそ、負け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 。来た、竿を立てて、竿上に、そうそう、そのまま巻いて、そのまま巻いて、そのまま巻いて。でかい？うん、上げすぎ注意ね。やだ、絡まっと、ちょっと待って、これやばい、サーモンが。ちょっと待って、うん、うん、待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って、まだよ。オッケー、よっしゃ、おめでとう。よっしゃ、やばい、でかい、早くやった、早くやった、やばい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 って。こうちゃんすごい。釣れんやろうけね、話してなかったんやけど、今日はこうちゃん、もし魚を釣ったら、まあ課金してあげるんよ。こうちゃんの大好きなブロスター、10センチにつき1000円、課金しようと思ったんやけど、これでかいぞ。見て、待って、今釣れるから。これちなみにこれね、サゴシって言って、うん、サワラの子供なんやけど。おめでとう、マジで。こうちゃんさ、ずっと釣れなかったやん、うん、最近も全然釣ってないけど。そう、1年以上釣ってないやないもん。嬉しい、やば、待って、嬉しいよ、すごい。待って、え、固めて。めっちゃ嬉しいんやけど。おめでとう、すごいすごい。じゃあ測りますか。おめでとう、本当に。よっしゃ、お、48、よっしゃ、10千円の課金プレゼントです。よっしゃ、すごい、48やん。おめでとう、よっしゃ、ラッキー。写真撮ってろか。うん、本当おめでとう、こうちゃん。もうずっと釣らせたかったよ、俺もこうちゃんを。やっと釣れたね、うん、本当にもう1年間釣れてなかったっけね、うん、はい、チーズ。ね、マジでおめでとう。よかった、おめでとう。いや、あんま休憩せんでよかったね。マジでおめでとう。行ってこい行ってこい。おー、頑張れタキも釣る。いや、ほんとコウちゃんね、尺にもうまいしね、正直できてないけど、今までね、ほんとタイミング悪いんか運が悪いんか、食わないことが多かったんやけど、マジで嬉しいわな。てか俺も嬉しい。まだ初めて20分やえ、すごい。ほんとに課金してやろう。こうちゃんあんまり課金はねしてもらえんだらしいけど、今回は10センチにつき1000円。これもいったね。あ、来た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 よ、来た来た来た。うん、あ、バレたバレたバレた。マジか、腹筋が甘かったな。ていうかもう折れてるんでいいけどな、もう本当に。釣り人が今のところまだどこも釣れてない。左の人も右の奥の人もこうちゃんだけです。この釣り場を制しています。いや、マジでね、何歳とか関係なくね、正直やったことない人はね、ぜひやってほしい。9歳でも48センチ釣れてます。ボイルしよう、ボイルしよう。あ、こういう時にあれ使わな、これか。あっち、ほら、すごいすごいすごい。こういうのいいね、ほら、映るのいいね。絶対 GoPro じゃ映らんけね。おお、なんかめっちゃ、これボイルやろね。え、絶対食うよね、ちっちゃいの。こういうブリケートのやつかな。この双眼鏡あるとめちゃくちゃ楽しいやん。さあ、こうちゃんさん、ジグを変えると、昨日こうちゃんがポイントで選んだやつ。そうそう、色がいい。そう、これよね、これ魚に見えるやつってね。そうそう、これで釣れたらすごいやん。うん、おー、いい音。あー、しかも結構飛ぶね。いいじゃん、頑張ろう頑張ろうって。頑張るのは俺なんか。あ、そうだった。今日はこうちゃんが釣れてんだ。こうちゃんいつも坊主のはずなのに、何かがおかしい。何かが、時代が変わろうとしてる。え、こうちゃんさっきさ、座りながら釣ったよね。そういうことだよね。立っとかんでいいよ。みんなさ、立って釣りしようやで、こうちゃんだけさ、座りながら釣りしようよ。でこれでさ、腰釣っとるけど。
これで釣ってます。こうちゃんだけこの場で今結局こうちゃんの勝ち座ったこうちゃんの勝ちあげる。すいません、インタビューよろしいですか、はい、さっきあのどんな感じで釣ったかって再現してもらってもいいですか。あ、さっきね、はい、最初から、はい、座っとって、うん、投げる時も座った。そう相当横着やん、うん、こう投げだよ、うん、でちょっと落とすやろ、うん、落としてしゃくって、うん、止めて繰り返しちゃったら、うん、来た。あ、その止めとる時に。そうで、その時にどうした。バッて、あ、それで立ち上がったよね。そうそう、はい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 、ビビったけ、うん、海にこう立ち上がって、うんうん、同時に、うん、で、バーディー。すごいね。もう一匹ぐらい釣りたいね。釣りたいね。まあ多分釣れると思うけど頑張ろう。ジグルソー大物釣ったの初めてじゃない。そう、初めて。こうちゃん初めての大物。よし、よかったね。でも今日朝早起きしてよかったね、うん、なんと今日4時起き。これが 60g のこれ投げてみる。投げてみる。この竿でやってみる。やってみる。初めては重たいやろ。ほら、ね、いいよ。めっちゃ重たいよ。ほら、無理全然止まったね。しゃくってみたやつ。待って、重たい重たいやろ、うん、こんなんで釣りそう、俺いつもこれでしょ。もう一回やる。もう一回釣る。おお、いいやん難しいな。重たいやろ、うん、すごい、でもちょっとできる。移動しますか。移動する。うん、移動する。今ね、潮止まりになってきてるの。今のうちに移動して、次の下げ潮で1時間、2時間だけやろう。迷子の迷子の子ちゃん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 、あなたのお家は子ちゃん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 。さあ、こうちゃんさん、はい、やっていきました。懐かしの場所。昔こうちゃんがここでジギングでキスを釣ったところよ、うん、で、俺はここでマゴッチとか釣ったことある。ただここね、ほんと釣れんくなったらしいよ、今。だけど、まあ、ここちょっと1時間ぐらいやって帰ろう。で、帰って料理しよう。だから、ここはほとんど釣れんと思ってくれ。分かった。まあ、でもなんか、今日早く釣れたけさ、まあ、もう帰るのはちょっと早いやん。だけど、もう少しね、1時間ぐらいやってから。もう軽くやろう。多いやん。え？今？あ、立て立て立て、いつやろ？一投目で、ま、巻いて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 、つうかまさん、立てながら巻く。まだ距離？うん、立てながら。あ、もうフライよフライよ。いや、ま、巻いて巻いて巻いて巻くのがいいですね。いつやろ？本当に？ちょっと待って、なんでそんな、こうちゃん、うっそやろ？オッケーオッケー、いいよ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 。でかい？巻いて、巻いて巻いて巻いて、そこは手原さん、いいよいいよ。何、一投目でストップストップ。お、すごい、サゴシや。またサゴシや。開けて、いや、もうぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけ、はい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 、はい、うっせやん、またやん。よっしゃ、おい、こうちゃん、こうちゃん、どうしよう。一投目一投目で釣れんとか言うかな。え、待って、何者ですか、あなた。僕は魚物です魚物え、こうちゃんすごいやん、サゴシやん、一発で取ったやん、やばやらせとかじゃないけ、やらせとかできんよ、これやば。え、こうちゃんやるやん。どうしたん。2匹目、さっきよりは小さいな、40ぐらいかな。今日はこうちゃんが主役です。え、少しまた来ちゃう。またや、40ぐらいね、うん、さっきよりは小さいけど、でも全然すごい、でかいでかいでかい、 おめでとう。やば、すごいね、うん、こいつはリリース？いや、リリースね、食べる、ま、食べる、うん、え、どうしたの今日、マジでやばいよ、こうちゃん。絶好調じゃん。絶好調やん。楽しいよ、ねえ俺もう今日釣れんと思ってここ来たよ。なんか、釣れんと思って来た方が釣れるんか。えぐ、なんだこのハングリー精神があるといけんのや、やっぱり。え、それは今どういう時に釣ったん。食料の時に、うん、急にちょっとなんか釣れてられるなって思って、うん、すごいやん。いや、マジで1投目で釣れたらしかも初めてやろ、うん、いや、で、正直ってのはいっぱい投げてなんぼ、いっぱい粘ってなんぼなんや。今日来とるわ、完全にこうちゃんに、本当に。しかもこれいっぱいおるわけないよ、多分今から全然釣れんよ。今から1時間ぐらいやるけど釣れん、絶対。オーラがなさすぎて近づいてきたね。いつもオーラ放っとるけ、釣るぞ釣るぞって思うやん。
それで釣れるのかもしれんな。めっちゃ嬉しいんやけど。よかったな今日。やばいね、これだけやめられんやろ、ジギング。だってもうこうちゃん1年何ヶ月かもう釣れてなかったやろ。でも毎回さ、ジギングするジギングするって言ってさ、いつも坊主やったやん。俺は釣れてもこうちゃんは釣れるみたいな。諦めんやったらこんないいことあるんや。まあ、でもめっちゃ満足してるやん。そうもね、スーパー満足だね。多分これ動画見ようって昭和ジギングしよる人、多分みんなすごいって言うよ。でこうちゃんめっちゃうまくない？俺の腕やけ。おお、なりよるなりよる。すごい腕やね。やばいな今日こうちゃんの腕やん。うん、これが選んだジグ。お、ほんとやん、こうちゃんが選んだジグで騙せたやん。おー、いいよこうちゃん。おー、かっこいい。てかさ、イカ釣りの動画あったやん。で、それの帰りにさ、俺がさ、運転中にさ、あ、こうちゃんタバコ出してってさ、こうちゃんがタバコを出してくれたやん。それをさ、カメラに映っとって動画でさ、こうちゃんタバコ吸いよるって言われたわ。そうだけど俺がなんかタバコ刺してって言ったやん。その手際がこうちゃん良すぎて、なんか動画的にはこうちゃんがもう自分でタバコ吸うよみたいなの撮ったよ。マジでおもろかった。じゃあこうちゃん帰ってから料理するから、次回の動画はですね、料理編になります。えい、コメント欄に言われていいんだ。確かにこれこうちゃんがタバコ吸うように見えるよなって。やばい、こうちゃん今日俺が坊主だわ。あー、完全にもうなんか釣りに来て参りました。こうちゃんプロって呼ばないけん今度から。本当にやったな、うん、スーパーこうちゃんやったね今日。うん、こうちゃんの激しい。いつも俺はこうちゃん坊主とか言うけど。ねいじめられる。そう、でも俺が今日はこうちゃんにいじめられそう。いじめられる。さあこうちゃん、お疲れ様でした。今から帰って、じゃあサコシ料理しましょうか。はい、はい。さあ、というわけおやちゃんが、やりやがったな。本当にもう、こうちゃんがね、大無双したいね。うん、やっていきますか。はい、もうささっと唐揚げにしようかなと。1年ぐらい1年食ってなかった。うん、音がすげえね、音いいね。うん、ほら相当うまいやん。匂いがいいね。いいね。めっちゃうまさない。ね、うまそう。やばいと思う。あ、いいね、いきます。あ、広がったい。いやいや、広がった。うん、相当すやん。うん、よっしゃ。よし、ああ、やばい、めちゃめちゃうめえ。は、食べる。食べる。食べるんでやばい。はい、うまか。うまいやろ。えい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 い。今まで釣って食べた中で一番うまい。え？マジで？うん、ナンバーワン。ナンバーワン。うまい。しかも、あの、中ちょっとなんかふわふわで、うん、で、外とかサクサクで、スパイシーな感じでめっちゃうまい。コメントうまっ。じゃあ、俺もいただくね。うん、いいよ。箸の大きさが違う。いただきます。うん、うまい。うん、一番ではないけど。うん、俺は一番。うんうん、でも自分で釣ったっていうのもあるけどね。うん、はい、さあ